さあ、じゃあというわけで今回もバイオハザードゼロ、まあ前回なんとかね、セクハラだぞお前、死んだけどなんとか、セーブポイントまでたどり着いたので、今回は、こっからね続きをやっていこうかなと。あ、なんかあるね資料、なんか養成所の設立目的、規律服従忠誠、なんかこれ関係してきそうだな。うわ、ちっちゃい扉もあるよ。作業台だ。絵を修復してた。はあ、扉、ここも扉？ちょ、多くないか？ここは、剣が扉を固く閉ざしている。そんなことある？こっちは向こう側からロック。いいね、なんか向こう側からロックって曲ありそう。取れてる？取れてる、取れてる、オッケー。ここは開くだろうと思った。俺も一個は開くんだよな、こういうの。いや、二度と開かないでほしかったわ。音がするね。うわ、これは回避不能だな。硬くない？硬いな。あ、今なんか弾一発余分に飛んでった気がする。お、ギリギリまで撃てねえな、レベッカ。やべ、レベッカ、いいチェンジだった今のは。ただもう弾がねないんだよね。ハンドガンの弾がもうない、かなりやばい。いやいやいや、どうしようどうしようどうしようか。とりあえず廊下を奥まで調べる。鍵がかかっている。火の模様、うん、気になるところはない。ここは関係ないんだ。いや、ここ開くかな。開くか。ドア多くねえか、ちょっと置きすぎだろ。ドアを、ドアを置くって表現もおかしいけど。いるな、何もいるな。よし、なんか平和、平和めだよ部屋。あ、マップが手に入った。セーブしたのがこの S って書いてあるとこか。で、アイテムみたいのも表示されてんね。これは親切。なんか怪しいね。うん、本が並んでいる。気になるとこはない。気にしようぜ。サバイバルブックとかあるかもしんないぞ。お、なんだあれ、これはエレベーター的な感じ。リフト、四角い穴が開いている。これあれだな、クランクだな。クランク的なやつを持ってきて回すんだな、多分バイオハザード的に。いや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 、マイクロフィルム A。 なんだこれ、突然最新機器。これ何、ハリーポッター？あ、調べられるぞ。炎を手にしている。これなんか鍵に関係してんじゃないか。この明かりがあなたの知識の、灯火にならんことを。いやいやいや、怪しいでしょ。あ、でもこれそういうことか。このランプみたいのを探せってことじゃね。そういうことでしょ、絶対。で、埃が溜まっている。来た道とは、あ、でもランプここにあるじゃん。全く同じものがある。明かりの消えたろうそく、ライター、俺持ってたっけ。持ってるー。まあ、このくらいはわかるよ。え？それは嘘じゃん。オイルが切れている。これ持ってこう。で、先にちょっと結果だけ見たいね。組み合わせ違うんだ。オイルだから全く別物か。いやー、じゃあここに来る必要はあんまなかったな。駆け抜けられっかな。いや、操作むずいな。はーい。はーい、おじいちゃん。すごいなんか痙攣してたね。こんなになってた。よし。まあ、レベッカは安全地帯にいるから、ちょっと先進みたいね。やっぱ常に二人で行動するのは危ないっちゃ危ないんだね。ロックされているが、鍵穴らしきものが見当たらない。上部に時計の模様。あれにと、あれか。あの部分のこと言ってんのか。そっか。結局、行ける場所行ける場所はなんか行き止まりになってることが多いね。マジで？マジで？嘘嘘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 嘘。マジかよ。どんだけ？うわ、ちょっと無理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 。あ、今隙できたな、絶対。
イエーイ。遅いよ。心臓バックバクだけどね。さてさてさて、あと行ってないとこはどこだ。ここはまあ開かないだろう。扉を固く閉ざしている。これ多分出口というか入り口、玄関だと思うんだけど、こっち側まだ見てないね。レベッカを置いていこう。連れて行きたいけど逃げれないっていうのが怖いね、何かあった時に。おお、いるね。いるな。弾使っちゃうか。ショットガン、いやハンドガンか。そんな弾ないけどな。まだ起き上がるでしょ。よし、軍人っぽいんだよな、なんか。いやー、これで拾った弾もうねえよ。あと3発うまく使い分けていかないとな。なんだ、散らかってんね。でもなんか食器はすごいアンティークというか綺麗だよね。あー、ハンドガン。オッケー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 。いやいやいや、助かるわ。オッケー。ここの扉はなんだ、ちょっと特殊形状だよね。火の模様。ああ、火の模様。またか。調理器具。厨房がありそうだ。なんかヒントになりそうだな。これは？うわ、怪しいね、これ。もう怪しくてしょうがねえよ。ああいう死体が全部。この先。この先なんかいるか。なんだなんだ？雰囲気変わったね。消火器のようだ。古くて使い物にならない。どこどこどこ？なんだ、ボイラー室か？ゾンビの声はしないけど、出るとしたらうってつけだよな。スチーム、高熱の蒸気が出ている。止めないといけないのか。奥にグリーンハーブが2つ見えるな。弾が欲しい、弾が。ここは今じゃなかったか。今じゃない。なんだなんだなんだ。先に進もう。緊張感つか、広。広いね、ここ。おっと？まあ、いるね。まだ他にもいるな。どっから行けばいいのかわかんないね。どっから来てる？硬いな。なんかあいつはショットガン使うわ。ちょっととりあえず。うまい具合に使い分けていこう。多分集団戦の時の方がいいのかな、ショットガンは。そういう気もしてきたな。結構なんか2人に当たってるのがあった気がする。そういう現状というか現場が。何語？OKOK。二人だけか。もういねえな。なんかあるぞ。これどうやって取んの？いらないよ。黒の像。何これ。悪趣味だぞ、なんか。壊れてるし。ちょっと調べてみるか、一応。いやー、そんなおもちゃいらないぜ。必要なのは武器だ。背中に不気味な翼。なんかデビル感あるよね。ん？背中に溝のような細い穴。またタンクがあるな。これショットガンでしょ？ショットガン何個あるの？よし、ショットガン取るか。2つ必要かな、でも。でも7発。え、7発？マジで？ 7 発入ってんのか。これ絶対こっちの方がいいな。さあ、まあこれで、1階の行けるとこは行けたから、あとは2階の行けるとこだよな。まあ四方八方に道があるから、どっから行けばって感じはするんだけど、とりあえずじゃあこっち側のドアを見ていくか。うわー、いっぱいあるなー、もう。記憶力との戦いだな。でも開かないドアがあるから、多分どっかの部屋からこう抜けて出てくる部屋もあると思うんだよね。また上に時計があるな。時計シリーズ2つ目ね。
ここら辺は特に意味ない？うん、見晴らしがいいだけだな。で、こっち側開いたか。まあ、ここが開かないともう行ける場所が結構限られちゃうからね。うん、開いてくれないと困る。はい、いないね。静かめの部屋に来たな。何何何、なんだこれ。クランクか。クランクが出てきたな。これをはめればなんかエレベーター的なのが動かせる。今のは逃げてよかったかな。まあとりあえず逃げといて正解かな。もうちょっとあの部屋調べたいな。よし、もう一回入ってみるか。いや、帰っててほしいね、巣に。巣に帰っててほしいね。うん、いるかな、いるかな、いるよな、いるよな、そりゃ。これいいよ、うまいね。いいよ、多いな数が。よし、結構弾は使わないで済んだかな。うん、残り2発。でも倒しとかないとね、 HP 結構削られっから。まあスルー部屋でもあったかもしんないな。スルーでもよかったかもね。まあまあ、あ、でも紙があるね、なんか読めそう。書院への通達、かなり古いものだ。今回の会場コードは8時15分。なんか閉まってるドアで時計がどうのこうのって部屋があったから、多分8時15分をそこでなんか入力すればいいんだ。よーし、ここでクランクを使う。いいや。で、回せるようになったと。誰かを乗せないと意味がない。ってことはここにいて。あ、多分これはあれだよな、ビリーは回す方だよね。レベッカに回させることはできないんじゃないかな。やるだけやってみる。あ、いけそうだな。それならビリーを行かせた方が絶対にいいな。で、チェンジ。はい、動かせないんかい。でもそんな別次元に行く感じではないよな。上の階に行くくらいの感じだから、そんなね怖くないよ。あら、ちょっと怖い。ちょっと雰囲気ね、やだね。なんですか。びっくり。あ、でもこれ火効くんじゃね。虫っぽかったもんね。えい、え、当たってなくね。当たらなさがすごい。よし、なるほどなるほど。まだ生きてる、しぶといな。とりあえずハンドガン打ち込むか、こっから。オッケーオッケーオッケー、一匹死んだぞ。うわ、弾切れだ。やめろ、死ぬな。生きろ生きろ、決意を抱け決意を。あっぶねえ、まだファインだわ。これだけやってファインって。絶対タフだね。オッケー、火効いてたのかな。大時計の部品。でも時計っていうワードはなんか嬉しいね。なんかありそうだよね、時計関連のものがあるんじゃないかという。よし、いやー、でもタンクがいっぱい置いてある理由が分かったね、これで。要するに虫がいっぱい出てくるから燃やしてくれってことなんだな。8時15分。あれ、針がねえっつってたな。秒針がねえ、秒針、秒針どこにあんの。取りに行かないといけないのか。弾足りるかな、 HP 足りるか不安だな。15発と6発か。お前近寄ってきたら撃つかんな。なんか引っかかってね。え、ちょっと無駄撃ちさせないでよ。いやー、腹立つ。端っこで待機だ、こうなったら。2匹ダメだ、相手にしちゃいかん。レベッカ相手にしちゃいかん。止まるな、止まるな、レベッカ。あー、回避。よし、オッケーオッケーオッケー。レベッカ、レベッカ、無視無視、こいつらは相手にしちゃいかん。戦う必要ない。オッケー、共存。ついに共存したゾンビと。オッ
ッケー、あいつらもうずっと無視だ。もう最初から最後までずっと無視するわ。もう二度と戦わねえわ。ちょっとレベッカの怖いとこはすぐポンって死ぬとこだから、ちょっと回復しとこう。うん、すぐポンって死ぬからさ。これボス戦じゃない絶対。このスペースはやばいでしょ。超でかいの来るでしょこれ。あ、20メートル級のが来るな。これはなんだ。いや、鎖を巻き取る装置がある。動かしますか。むやみに動かそう。レベッカで動かせない。レベッカしか来れないのにレベッカでは動かせないのかよ。巻き取りは終わっている。レベッカ、じゃあ後でみんなで来るんだ。みんなで二人で来るんだ。何？うわ、ちょっと雰囲気や、雰囲気や、このだだっ広いのも困るよ。なんだこれ、扉ではないのかこれ。なんだこのスペース、子供部屋にしようか。あ、閉まってんな。ここを開けなくてはならぬわけだな。秒針がないことには。こっちも行けんのかよ。縦横無尽すぎるここ。おいおいおい、大丈夫か、大丈夫か、こんな行けて。どこまでも行けんじゃねえかこれ。ロック外した。あ、これで繋がったのかどっかと。オッケーオッケー。じゃあ一回ビリー呼んできた方がいいね。もう探索やめよう。余計な探索はやめようね。よし、とりあえず帰ろう。帰れっかな。どこに出る？あ、ここに出るの嬉しい。嬉しい。じゃあここにビリーを呼ぶか。オッケーオッケーオッケー。順調順調。よかったマジで。いやー、いいね、いいとこに繋がったね。よかったよかった。いい具合の場所に出てくれてよかったマジで。見えなかった今。闇に潜るな。堂々としろ。今の超ビビるんだけど。もうあの道二度と行きたくないけど、多分行くだろうな。なんかあの先に扉あったもんね。行くことになりそうだ。オッケーオッケーオッケー。で、セーブしよう。というわけで今回はここまでにしよう。ドッキリ系は怖いわ。チャンネル登録をして最新の動画をチェックしてくれ。パソコンから見ている人は画面に表示されている俺の顔をクリック。スマートフォンから見ている人は動画の下にあるチャンネル登録ボタンか説明欄を開いたところにある URL からチャンネル登録をしてくれ。